シェルビー・アメリカンはアメリカで発足した自動車メーカー、レーシングカー製造者である。レーシングドライバーであった、キャロル・シェルビーが、引退後に、自らの望んだ、スポーツカーを作るために築き上げた組織であったが、協力関係にあったフォードモーターの移行を受け同社の、レース車両の開発とワークスチームの運営、市販イメージリーダーカー開発と製造に貢献した、後解散した。 キャロル・ホール・シェルビーは、レーサー引退後、リバーサイド・レースウェイに、シェルビー・スクール・オブ・ハイパフォーマンス・ドライビングを設立し、次世代のレーシングドライバーの養成に力を注いだ。このドライビングスクールのインストラクターとして、当時のアメリカには、ヨーロッパのスポーツカーに対抗しうる性能の車が、ほぼ皆無であった。唯一コルベットがそう言えるかもしれない存在だったが、特に、 コーナリング性能などでその性能はヨーロッパ製スポーツカーに及ばなかった。キャロル・シェルビーはレーサーを引退した時から自身の手でヨーロッパのスポーツカーに匹敵する性能の車を作り出すこと、アメリカの量産部品を使った安価で信頼性が高くその上で高性能な車を創造する計画を描いており、この計画はその後 AC コブラとして現実化された。 1961年イギリスの AC カーズはエンジン供給元であったブリストルからエンジンの生産を打ち切る決定を受け、オープンに座席のスポーツカー、AS に搭載するエンジンを探さねばならなくなった。この決定を聞きつけたキャロル・シェルビーは早速 AC カーズにコンタクトを取り、自分のために車を生産してもらうよう依頼した。アメリカでの販売という AC カーズの目論みもあり、 良いエンジンが見つかるならばという条件がついて、この依頼は了承された。キャロルは、グッドイヤータイヤの販売代理店代表として知り合った、フォードのレース部門の責任者、デイブ・エヴァンスにコンタクトを取り、その頃完成したばかりの新型 V8 エンジンを入手することに成功した。AC カーズでは、キャロルの指示の下で未来のコブラ CSX0001 の製作が開始された。 そして、エンジン供給元となるフォードでは、開発計画部責任者、ドン・フレイによって、キャロル・シェルビーのスポーツカー構想が上層部に報告され、キャロルの考えとは別に、今やフォードの企業戦略プロジェクトトータルパフォーマンスの一環として、動き出そうとしていた。当時フォードは、シボレー・エコルベットに対抗し得る、スポーツカーを得っていなかったため、フォードイコール実用セダンメーカーというイメージが、 一般には浸透していた。これを何とかして拭い去り、ゼネラルモーターズやクライスラーを量ができるだけの、ハイパフォーマンスを誇示できる特別な手段を求めていたのである。そしてそれはキャロルがもたらしたこの計画がふさわしいと、結論されたのであった。フォードエンジンはさらに開発が進み、V8 エンジン260インハット3が完成。これは直ちに1機が、AC カーズへ、2機が、 シェルビーアメリカンへ送られた。AC カーズではデザイナーアランターナーの指示とキャロルのアイデア提供の元シャシーの強化が順次行われていた。AC s 自体はイギリスフォードからゼファー用2.6リットルの直列6気筒エンジンの供給が決まっていたためシャーシをエンジン幅の広い V 型エンジンに合わせまた260ユニットのハイパフォーマンス。 とりわけ強大なトルクに対処するための強化が主な作業だった。1962年1月、1号車 CSX-0001 はイギリスで完成し、シルバーストーンサーキットでキャロル自身の手によってテスト走行が行われ各部がチェックされた。特別問題はなしと判断された CSX-0001 はすぐにサンタフェスプリングスに向けて船に積み込まれた。 アメリカに上陸した CSX-0001 は、早速フォードのデイブ・エヴァンスに披露され、その満足すべきデータよって1962年2月5日、正式にフォードとのエンジン供給契約が取り交わされた。その内容はフォードがエンジン、トランスミッション、その他のパーツをシェルビー・アメリカンに提供し、その見返りとしてボディサイドにプード・バイ・フォードのオペレートをつけることであった。 初期のエンジン代金は、キャロル・シェルビーへの信用がしであったが、それは同時に、フォードからの資金援助でもあった。AC カーズの方は、エンジンレスのシャシーに、基本ボディコンポーネンツを組み付け、船、または、カーゴジェットで、シェルビーやメリカンへ送り出すことで、AC カーズのプレートは残されることとなっていた。コブラのネーミングについては、諸説あるが、キャロルが見た夢の中に、 CSX0001 が登場し、そのローズにコブラと書かれていたためというのが通説になっている。その後両31号車となった CSX2001、レース用コブラの1号車となった CSX2002 が完成。2002はレーシングコブラのテストベッドとして開発が始まった。まだエンジンはほぼストックの状態に近く。 4バレルキャブレターのエアクリーナーを外したに過ぎなかった。足回りもアンチロールバーや強化スプリングで固めた程度であった。しかしレーシングスクリーン、後にナッソーヘッターズと呼ばれるサイトエグゾースとノーズカタンのブレーキ用エアスクープ、前方にステーが伸びるロールバーなど、後のレーシングコブラの特徴はすでにすべて備えていた。コブラの生産台数がまだスカのホモロゲーション。 獲得条件を満たしていなかったため CSX2002 のデビューは1962年10月にリバーサイドで行われたノンタイトル戦タイムズ GP が選ばれたこのレースの XP クラスには新たに登場したシボレーコルベットがエントリーしていたためであった諸女レースはビル・クラウスのドライブで 新 A327 コルベットを完全にリードしたコブラであったが、リアのハブキャリアを壊してリタイアとなり、デビューレースを飾ることはできなかった。この壊れたハブキャリアは直ちに改良され、それが後のレーシングコブラのスタンダードとなる。次に出場したのが、ナッソースピードウィークスであった。ここでは、フェラーリやポルシェ、マセラティなど、当時の種、 カマシンたちを尻目にレースをリードし、キャロルの給油ミスによって、ガスケツリタイヤとなって1962年シーズンを終えたものの、コブラは高性能でパワーフルなスポーツカーとして注目されることになった。その後量産設備のための準備段階に入った頃、ランスリベントローがその活動を停止したため、キャロルはカリフォルニア・ベニスにあったその生産設備とスペース、 スカラブに関わっていたスタッフを獲得することに成功した。その中には、その後シェルビー・アメリカンのブレインとして活躍するフィル・レミントンなども含まれていた。1962年末、最初の30代の生産が軌道に乗った頃、シェルビー・アメリカンのファクトリーとして、ロサンゼルス空港内にあったノースアメリカン航空の広大な敷地を譲り受け、ここに本拠地を構えることになった。 これら一連の供与にもフォードからの資金援助があったと言われている。シェルビー・アメリカンとコブラは1963年から本格的にレース参加への意欲を見せる。ワークスドライバーに前年のビル・クラウスに代わり、シボレーからやってきたデーブ・マクドナルドを起用、当面のライバルであるシボレーに備えた。しかしこの年シボレーはワークスチームを解散してしまった。またこの年、 シェルビー・アメリカンにとって重要な人物兼マイルズが加わった。イギリスから移住してきたマイルズは自身のガレージを経営していたが、サンビーム・タイガーを通してキャロルと知り合い、自身のショップを閉めてシェルビー・アメリカンに参加したのであった。マイルズはシェルビー・アメリカンのワークスドライバーとしても活躍することになるが、テクニカル・アドバイザーとしてフィル・レミントンと共に中核を成すことになる。 レーシングコブラの初勝利はこの年の1月、リバーサイドにおいてであった。マクドナルドとマイルズがワンツーフィニッシュを飾ったのである。しかもこのレースでマイルズは水を飲むためわざわざピットインしピットアウトするや再びコルベットを追い越すというパフォーマンスをやってみせた。スカのホモロゲーションを取得したコブラは FIA のメジャーレースに出場した。 その最初の一歩は3時間で行われた同年のデートナコンチネンタルであった。デートナはシーズンの開幕戦であるためワークスチームを含め多くのチームが退去して出場するイベントだがとりわけ当時最速であったフェラーリ 250GTO が参加するのでシェルビー、アメリカンにとっては重要な一戦であった。ワークスコブラは3台が準備された。ドライバーはデーブ・マクドナルド、スキップ・ハドソン、 そして、グランプリドライバーでもある、スターレーサー、ダンガーニーが初めてコブラのステアリングを握った。フォードは、ダンガ12のマシンに、試作中のインディアナポリス500用アルミブロックの255ユニットを、搭載することをリクエストした。この新型エンジンの搭載車はトップを改装したが、メカニカルトラブルで、リタヤ、ハドソンも2位につけていたがトラブルで、リタヤ、 残るマクドナルドが持ちたえ4位で完走した。このレースを通じて関係者には、キャロル・シェルビーに対して、ザ・ピープル・フロム・フォードというイメージが強く残り、キャロル自身が好むと好まざるとに関わらず、フォードの顔になっていった。次の FIA 選手権は、セブリング12時間であった。ベニスのファクトリーでは5台のマシンがそのための準備に、忙しかったが、その感激を塗って、 新289ユニットの実践テストも精力的に行われたが、レースの結果は1台が11位でフィニッシュするに止まった。ルマン24時間にシェルビー・コブラで初挑戦したのも1963年であった。しかしこのレースの厳しさを知り抜いているキャロルは、まだワークス参加するだけの力はないと判断、あくまでもテスト出場に止めるためチームの運営を他社に依頼した。 それにより1台が AC カーズからもう1台がシェルビーアメリカンのディーラーでプライベート出場するエドヒューガス合計2台のコブラが出場することになった。ロードスターのボディにはアルミ製のハードトップが取り付けられ最高速の向上が図られていたが、これはルマンルーフと呼ばれルマン出場のレーシングコブラの特徴として有名になった。 元グランプリドライバーのスターリング・モスがマネージャーを務める AC カーズチームは、ルマンの経験も深い英国チームらしく、圧倒的に強いフェラーリ勢に続く総合7位で、フィニッシュした。この成績を評価したフォードは真剣に、マニファクチャラーアーズチャンピオンシップの参戦を検討し始め、これは、その後、フォード GT プロジェクトとなる。その一方、キャロルは、 シェルビー・アメリカンの知名度の向上のためにもっぱらスカに力を入れていた。1963年はアマチュア的な性格だったスカがよりプロフェッショナルなユスクシリーズをスタートさせた年であった。このシリーズは全米を舞台にドライバーズ、マニファクチャラーズの両タイトルをかけて戦うシリーズでマスコミなどにより宣伝効果も期待されるためシェルビー・アメリカンでは特に重要視したのだった。 そして、マクドナルド、マイルズ、ホルバートで、ファクトリーチームを編成し、コルベット・スティングレイやフェラーリ 250GTO を、向こうに回して、多くの勝利を収めたのだった。1963年、キャロルは、ユスク、A プロダクションの、両クラスに、これまで同り参加しながら、コブラのようなロードカーをベースとした、レースカーでなく純粋なレーシングプロトタイプの開発に、踏み出した。 キャロルはまず既成シャーシのクーパーモナコを選んだ。クーパーモナコは、ジョン・クーパー設計になる、チューブラーフレームシャシーを持つミドシップレーングカーで、どんなパワーユニットも搭載できる、応用範囲の広さが特徴であった。これに289エンジンを搭載し、名前を、キング・コブラと命名した。キング・コブラは1963年9月、ワシントン州ケントで行われた。 ノースウエストグランプリでデビュー、マクドナルドとホルバートが出場したが、どちらもオーバーヒートで完走できなかった。このキングコブラはジムホールのシャバラルやジムクラークのロータスを相手に前線したが、1964年に入るとスペースフレームシャシーは急激に旧式なものとなり、次第に戦線縮小を継いられることになる。 キングコブラは8台が製作されたが、その後は427ユニットのテストベッドに供されたりした。またそのうちの1台は、キャロルの友人であったクレイグラングのために、ラングクーパーに改造され、シェルビー・アメリカンからのエントリーで、レースに出たが、後にクラッシュで失われた。そしてこの残されたエンジンとギアボックスを使って、ピート・ブロックがデザインしたのが、デトマソ・キングコブラであった。 このエアロダイナミックなボディを持つグルーブ7カーは、異感戦デビューが遅すぎたため1964年のプロシリーズを2戦しただけで終わった。キャロルは、キングコブラ計画がうまくいけば、シャパラルのようにオリジナルのプロトタイプカーの設計に着手する予定だったが、その後フォードから受け負うことになる、フォード GT プロジェクトの一環に組み込まれていき、この計画を断念することになる。シェルビー。 デートナクーペ1963年のアメリカ国内におけるコブラロードスターの活躍は素晴らしかった。フォードはこれを冷静に観察し、その存在がフォードにもたらす意味を的確に分析していた。ヘンリー・フォード2世の唱えたトータルパフォーマンスのイメージリーダーとなり得るシェルビー・アメリカンにはより効果的な用法があると考えたフォードは、 シェルビー・アメリカンを世界のヒノキ部隊に進出させることを決定した。すなわちワールド・マニュファクチャラーズ・チャンピオンシップシリーズへの参戦である。フォードの狙いはワールドチャンピオンタイトルに輝くこと、ルマン24時間を制すること。そしてそのためには手段を選ばなかった。すでに1963年に動き始めていたこのビッグプロジェクトはフェラーリの買収計画の失敗。 ローラカーズの吸収などタイトルに向けての具体的な活動が始まっていた。そして新たにそのプロジェクトの一翼としてシェルビー・アメリカンも組み込まれたのであった。これを受けてシェルビー・アメリカンでは FIA シリーズのための準備に入った。ヨーロッパの GT カーレースは基本的に長距離の耐久レースであり最高速もアメリカのスプリントコースとは比較にならないほど高い。 1963年のルマンの経験からしても、フェラーリ 250GTO との最高速度差が平均で時速 30km もあるコブラロードスターがヨーロッパでの戦いには不利であろうことは明白であった。最高速も160マイルパーアワーが限界であった、ため空気抵抗の少ないクーペボディの必要があった。当時の FIA ルールではチャンピオンシップのかかる GT カーは12ヶ月間に100台の生産義務を要求していたが、ボディ形状は自由と規定されており、コブラロードスターのシャシーに全く新しいクーペボディを着せることが決定された。キャロルは GM でコルベットのデザイン経験を持つピートブロックにこの新しいコブラクーペのデザインを任せた。 1963年のデートナでクラッシュしたコブラ CSX2008 を修復して作成された原寸大のモックアップを使ってアウトラインが決められアルミ製のボディパネルがカリフォルニアメタルシェーピングで製作されたシャジーのモデファイはフィル・レミントンとケンマイルズによって進められた1964年シーズンの開幕に間に合わせるダメピッチで製作は進められ一節には 約90日で完成されたという。コブラクーペの1号車 CSX2287 が完成するやボディの塗装もそこそこに、早速、リバーサイドレースウェイに持ち込まれて、テストが行われた。結果は、計画通り180マイルパワーをクリアしさらに、約25%の燃費削減ができることも、判明した。 1964年の開幕戦はデートナ 2000km であった。このシーズンからシェルビー・アメリカンのワークスカラーに決まったバイキングブルーに塗装されたコブラ・クーペはデイブ・マクドナルドとボブ・ホルバートのドライブで約8時間トップの座を守ったがピッと作業中に火災事故を出しレースを断念した。この新型クーペはデビューしたサーキットの名を取りシェルビー・デートナと呼ばれることになった。 その後シェルビー・レートナは、イタリアのカローゼリア・クランスポルトで古代生産され、シェルビー・アメリカンはレースによって、クーペとロードスターを使い分けた結果、1965年の GT 選手権チャンピオンを獲得した。フォードは1964年シーズンから、ワールド・マニファクチャラーズ・チャンピオンシップに、フォード GT で挑戦していたが、このシーズンを惨敗に近い状態で終えねばならなかった。 1965年シーズンにより、フォードは早いけれども全く信頼性に乏しかった、フォード GT の改良とワークスチームの運営を、シェルビー・アメリカンへ依頼し、1964年末から、早速、フィルルミントンとケンマイルズによって、実践的な改良が加えられ、1965年の開幕戦に間に合うよう作業を進めた。シェルビーに移管された、フォード GT103 と、 104は1965年のデートナコンチネンタル 2000km で優勝と3位に入り、さらにデートナコブラが2位と4位に入賞する大戦果を挙げた。フォードが特に望んだのはルマン制覇であった。1965年、フォードが全力を傾注したにもかかわらず、フォード GT は完璧な敗退を味わっていた。それに対し、 シェルビー・アメリカンに委任したデートナセブリングでは成功を収めていたため、コードはルーマンの勝利をシェルビー・アメリカンに託したのだった。1966年のルーマンには主力のシェルビー・アメリカンから3台、ホルマンムーディから3台、アランマンから2台、そして広報支援を担当するプライベーターが5台の全13台という大物量作戦が展開された。まさしくレース内容そのものも、 フォードのためのものと言えた。ヘンリー・フォード通夜が見守る中、24時間のチェッカーを、フォード GT は3台揃って買いくぐった。まさしくそれは、フォードのトータルパフォーマンス、デモンストレーションショーの最大の見せ場となった。1960年代初頭、ヘンリー・フォード二世によって宣言されたデートナー、インディ、ルマンにおける、フォードの勝利は、ついにここに達成されたのであった。そして、 それに関与したシェルビー・アメリカンの貢献度は計り知れないほどのものであった。コブラフリップトップ当時最強のライバルだったフェラーリに対してさらに有利な地位を取るために1964年からより強力なコブラが計画されていた。それは427インハット3のエンジンを搭載する計画で、まずセブリングに427エンジンを積んだプロトタイプ。 ナッソにスペシャルカウルのフリップトップが試験的に走り、これらのデータを元にして427コブラの骨格は具体的になっていった。427コブラロードスターは1965年1月27日に発表された。より近代的に改良されたシャシーはマーク2までのリーフスプリングからコイルスプリングの前輪独立となった。各部の強度計算は フォードのコンピューターによって弾き出されたものであった。427コブラは289コブラに代わる、シェルビー・アメリカンの主戦力になる予定であった。まず GT ホモロゲーション取得のため、427を289のエボリューションモデルとして FIAA 申請したが、足回りの形式が違うのを理由に却下されてしまった。その後100台のコンペティションモデルの生産が行われたが、 このホモロゲーション取得は結局失敗に終わった。その理由は、フォードが、フォード GT の開発と製造、さらに、ワークスチームの運営とそれらレースカーのメンテナンス、フォードの新型市販車のスポーツモデルの開発と製造までを一気に依頼してきたためであった。そのため427コブラの生産は軌道に乗らず、12ヶ月で50台を生産したに止まった。 427のレース仕様は最初に完成した2台のうちの1台 CSX3002 だけがワークスカーとして使われた。1965年シーズンはデートナ・コブラを主力に据えて活動していたためユスクの3レースとオーストラリアの TT レースにだけ参戦。ユスクの3レースはリタイアしオーストラリア TT レースは完走したが戦績としては残っていない。 1965年以後シェルビーではすでに完成していた50台を純レース仕様の 427SC として市販し、以後のモデルは428ポリスインターセプター、エンジンを搭載したストリート仕様として生産市販した。シェルビーアメリカンは新たなモデルの生産も開始した。フォードのスポーティモデルマスタングをベースとするシェルビーマスタング GT350 である。 GT350 はトランザームシリーズに出場させるべく開発されたモデルでシボレエコルベットの対抗馬とすることと当時のフォードの人気車シュマスタングにハイパフォーマンスイメージを加えることを目的に生産された。1965年の初めにまず100台が出荷され、以後サンホセのアッセンブリーチ工場からは2日に100台の割合で送り出されることになった。同時に コンペティション仕様の GT350R も生産市販されている。1966年のルマン24時間レースでフォード GT を1.2に導いたシェルビー・アメリカンは1967年も再びフォード GT マーク4を優勝へと導きフォードに2年連続優勝の栄光をもたらした。しかしその陰にはキャロルの片腕にしてシェルビー・アメリカンを支えてきた。 ケンマイルズの死という大きな犠牲もあった。マイルズはフォードの威力作フォード GT の J カーをテスト中の1966年8月にリバーサイドのコース上で帰らぬ人となったのであった。1967年3月、シェルビー・アメリカンはコストコーから427コブラの生産を中止し、これ以後シェルビー・アメリカンが生産するモデルはシェルビー GT350。 500だけとなった。しかしこれも次第に、フォードのリクエストという名の圧力がかかり始め、GT350、500は、段階的に硬派なスポーツカーからイメージを優先した、市場を受けする、スポーティカーへと変貌を遂げていった。そしてまたシェルビー・アメリカン自身、ますます増え続ける、生産量に対処するため、レースどころではなくなっていた。ルマンの制覇とマスタングの成功で、 すべての目標を達成し、トータルパフォーマンスを十分にアピールしたと判断した。フォードは、もはやコンペティション活動の必要はないと判断し、レース活動を打ち切ることを決定した。1967年のルーマン以後、フォードの引き際は早かった。国内レースへ戻ったシェルビー・アメリカンは、トランザムシリーズにその活路を見出した。マーキュリー・クーガーや、 シボレーカマロを相手に1966年、1967年と年間タイトルを獲得したが1968年、1969年はタイトルが取れず、1969年ライムロックでピーター・レブソンのシェルビー・チューン、ボス302で勝ったのが、シェルビー、アメリカン最後の勝利となった。そして1969年10月4日、リバーサイドのコース上で、 キャロル・シェルビーは、モーターレーシングからの引退を表明した。すでにすべて計画通りにハイパフォーマンスイメージを築き上げていたフォードは、独自に、ロス302とマスタングマッハ1を市場にリリースしており、ここに完全に、シェルビーモデルの必要性は消えたのであった。キャロル・シェルビー自身も大きく膨れ上がった、カービジネスに嫌気がさしていた。彼は、フォードとの決別を決意し、 フォードのリーアイア国家に対し、シェルビーモデル生産の終了を申し出る。そして、キャロルが作り上げた栄光のネーミング、コブラもフォードに1ドルで譲渡した。1969年が終わると同時にシェルビー、アメリカンのファクトリーも機能を止め解散した。ありがとうございます。